柏高等学校吹奏楽部でございます。冷たい風の吹きすさぶの中、これだけのお客さん、おいでくださいました。本当ありがとうございます。市立柏と言いますと、もうね31回この大会出させていただいて、いつも指揮しているのが石田修一でございました。石田修一、実はちょっとここにいないんですけど、大丈夫です、いるんですけれど、ちょっとなんか浜松来てから、お腹壊したのかちょっと分かりませんけど、ちょっと、今だけちょっとごめんねというお話で、お客様には大変申し訳ございませんと、言っておりました。この後もまた頑張りますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは続きまして、J-POP ですね、4曲続けてお送りいたします。式はですね、この市立柏高校を卒業しましてもう何十年かはい、石田先生のもうまな弟子でございます緑川豊ですはい、それでは参ります。それではどうぞ。J-POP のメドレーを聴いていただきました。昨年引退しました安室奈美恵さんね、ヒーロー、そしてししゃもというバンドですね、明日も、それから星野源、ドラえもん、最後はね、本当に流行りました、ダパンプの USA でした。はい、それでは続けてまいります、日曜日の夜6時半はこちらも同じですかね、あ、6時半じゃない、6時半サザエさんですね、すみません、6時ですね、失礼いたしました。ちびまる子ちゃんでした、失礼いたしました。はい、それでは踊るポンポコリンをお聴きください。どうぞ。せい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 。される曲です。本校も演奏会のたびに、やっておりますけれども、宝島ですね、宝島をお聴きいただきたいと思います。はい、準備の方はよろしいですか。はい、それでは楽しく参りましょう。どうぞ。方のソロがあるんですけど、本校は20人ちょっと、サキソフォンいますので全員吹いているね、そういう演出をさせていただきました。あ、今演奏してる最中はちょっとね、曲の雰囲気で少し暖かくなったんですけど、また風吹いてきましたね。はい、それではですね、本校の演奏いよいよもう最後の曲になってしまいましたが、本校の定番の曲で締めたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは皆さんお聴きください。踊る一かし見る一かしですね。はい、テキーラやるなら踊らにゃ損損ってことで、テキーラです。どうぞ。大会もですね、7年連続グランプリを目指して頑張ります。どうもありがとうございました。